な朝顔のこんな作品が出来上がりました。はい、どうもこんにちは、VCP のあまちゃんです。この毛細管現象を利用して蛍光ペンを使っているので、このブラックライトを当てるとこんな感じで綺麗に発色してくれます。はい、わあすごい綺麗に光ります。よしなんですけどね、はい、じゃあその作り方を映ってます。はい、よいしょ。最初にそうです、はい、こんな感じで四つ折りにして、うん、四つ折りにした後この、うん、この横に広がってる部分を、うん、中に折り込む感じでこうひだを作っていきます。八つのひだができました、うん、そしたらこの蛍光ペンで、うん、まあだいたい真ん中くらいのところにこんな感じで自由に色をつけていきます。こんな感じで、はい、まあカラフルに色がついたところで、はい、次にこのペットボトルキャップを使っていきます、うん、はい、やり方は、やり方はここに、うん、あ、水を入れて、水を上の方までこぼれないぐらい、はい、本当に上の方まで入れちゃって、うん、はい、じゃあこんな感じで折ったらこのまま、うん、開かないで入れるんだよね。入れていきます。はい、はい、してあとは待つだけです。はい、じゃあ待ちます。はい、いやーすごい、今電気を消してブラックライトを、ブラックライトね、はい、はい、ブラックライトを今つけました。そうするとさっき点書いたところがどんどん毛細管現象によって展開してってます、うん、でこんな感じでちょっとみんなで楽しく色をつけてやってます。楽しいですよ。でこう露紙にたくさんお絵描きをしてもらいましたので、うん、はい、じゃあ以上で、はい、でした ね、 ね、でこれさ折ってあって開いてるのが面白いと思う、きっと。そうですよね、います、うん、よし、ちょっと、うん、急いで取るよ。はい、で、はい、すごい綺麗な花が咲きました、うん、すごい短時間でもう紙全体に水が行き渡るぐらいにはかなりのスピードでした、はい、でこれをこの後乾かして、はい、どうしますか。乾かして、うん、と朝顔をお花にします。花の、ね、はい、お花のイラストでも描いてもらおうかなと思います。うん、こんな感じで、ね、うん。これがセンスを生きるところ。はい、まあこんな感じで。じゃあこれは乾燥させて、はい、なんか糊かなんかで貼って、そうですね、光る朝顔です。素敵な朝顔のこんな作品が出来上がりました。